はい、えー、それでは令和五年の第一回担当式試験監査論の公表と解説、えー、始めていきたいと思います、えー、担当レック専任講師久坂です、えー、よろしくお願いいたします、えー、まず、えー、担当式試験皆さんお疲れ様でした、えー、監査論どうだったでしょうか 今回は監査論あの範囲出題範囲的にはまずね標準的なまんべんなく出ているかなというところでした。そして、えー、まあボーダーもねこの後あのお伝えしていきますけれどもまあまあ,あの勉強していればねある程度、まあ、あの報われる問題も結構多かったかなという印象を受けております。で、えー、早速画面を、ね、切り替えて見てみますが。 今回の試験は出題形式はどれもですね全て正しいものの組み合わせを選ぶ問題ということでここのところずっと変わっていないしかもまあ20問でですね問題数も変わってないと。 で、えー、唯一ですね問題2で歴史の問題ありましたけれどもこれをですね、まあ、歴史が発生した順に並び替えてですねその並び替えた2番目と3番目に来るものを選ぶ、ねえー、こういったあ、まあ、ちょっと変わった形式のがありましたけれども、まあ、それ以外は基本的に、えー、同じで正しいものの組み合わせを選ぶという問題でした。で、えー、上からね 見ていきますが配点は全部5点で20問で100点満点でしたよね。で、えー、一番最初に財務諸表監査が出てで、えー、歴史がまあ出てしまいましたねただこの歴史はねそんなにあのマニアックな歴史ではないので、えー、正当可能性は横に書いてありますが高いと。で公認会計手法があって、えー、金賞法が2問で会社法が2問ですね。で内部統制前回は出なかったですけども今回出ましたね。 えー、2問出る時もあるぐらいなので内部統制が出ないっていうのはね珍しいなと思ってたんですがやはり一問は今回出ました一方で四半期レビューが、ね、今回消えてますよね、えー、市販機レビューに絡む問題はありました選択肢はありましたけれども大問としては出なかった、まあ、これはね今後四半期レビューがなくなるんじゃないかっていう議論がね、まあ、なくなるんじゃないかというかあの岸田さんになってからね、えーまあ、なくそうということであの動いてますからね、えーまあ、その影響があるのかっていうところで四半期が ないで品質管理は品質管理基準新しくなっていますが皆さんのねあの今回の試験は古い基準から出題されるということで特に範囲の逸脱もなく古い品質管理から古いというか現行のですね現行の品質管理基準から出ていると。で保証業務があって、まあ、この保証業務をですね難しい時はやたらめったら難しい問題が出るんですが今回は正当可能性高いと。 いうことでまあちょっとね正当可能性は各問題見ながらお伝えしていきますが前半は、えー、正当可能性が高い問題が問題1問題2そして問題45の禁書法の問題、ね、そして、えー、問題8の内部統制で問題10の補償業務ということになってます。で、えーとまあ、問題1はね財務省監査で2は歴史まあ歴史もこれ正当可能性高いにしてます。 一方で、えー、正当可能性じゃ低いのから見ると低いのが公認会計手法の問題3ですね、はいえー、これが前半で1問と。で、えー、と問題67はですねまあちょっと難しいかなとも思ったんですが会社法を皆さんね勉強されてるということもあるので問題6と問題7は正当可能性が中程度というふうにしています。はい、ということで、えー、まあ あの問題の正当可能性高い問題は8割方正解してしてほいいなととうことですで問題の正当可能性中程度の問題は6割ぐらいは正当してほしいと低は3割ぐらいの正当率であってほしいなということを意味しております。 で、えー、と問題11がですねまあ普通ここは正当可能性高い問題が多いんですが今回のこの、えー、我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準は中か低かというところでねあの議論があったんですが定にしております。はい、で問題12の補償、えー、水準の話これは高いと正当可能性こうですね。 で監査計画そのあと監査リスク、えー、内部統制システムの評価、ね、え監査手続き専門家の業務の利用監査意見その他の記載内容、まあ、この辺はですね、えー、正当可能性高いということで、えー、どれもまあほとんどね8割型、まあ、よく言えば8割9割型は取ってほしいなというところです。で最後不正の対応はこれちょっっとね難しかったんで 定に近い中かなという感じですねということで、えー、これを踏まえますとですねんと全体で正答可能性高い問題が13問中程度が5問、えー、定が2問ということで、えー、レクとしては14問程度7割程度まあ監査論単体で7割ぐらいないと 他の科目に悪影響を及ぼしちゃううかなというといころですね。え一方で7割取れてればまあ合格者合格レベルにはいってるかなというところです。うで、ん、す、うん、まあちょっとね、えっと、各予備校さんどうなるかってとこありますけども、うん、6割5分だとちょっとお他で挽回できるかなってとこでしょうし7割5分取れるかっていうとねやっぱり、うん、この政党可能性見てもあの 7割5分はちょっととと厳しいいかなというところですあくまでもねレックの予想であってですね実際の合格ラインではないというところだけはね申し添えさせていただきたいと思います。はいでは、ちょっとあのそれほど時間はないんですけども、えー、と各問題、さーっとね、えー、ポイントだけ見ていきましょう、えー、とまず、問題1ですね問題1、はいえー、これは財務表監査に関する問題でした。 えー、これは、えー、必ず問いたいたです、えー、まずねあのところの、えー、二重責任の原則が財務省の、ね、作成に関する責任を分担するこれ違いますよね作成と意見表明の責任を分担するんであって作成する責任を分担するわけじゃないと、まあ、これは明らかな罰と。でいの、えー、と独立性が要求される理由は、えー、これかた誰かに、ね、偏ることなく公正不変の態度を保持できる ねえー、ようにすることとあとは財務省より利用者に信頼されるようにすることとそうですよね独立してない会計士が監査していたら誰も信用しないですからね。ということで「い、まあ」イも、えー「丸と「い」は「丸で、えー、とこれも確実に判断できる。で「う」のですねこの保証が合理的な保証っていうのはもうこれ固有の限界があるためというねまさにあのここはその通りというところです。えー、で適正意見が安全性とか収益性のことなんか言ってないですよね。 財務省の適正に表示されているかどうかというだけですから絵はバスと、まあ、これは絶対取りましょうね。はいえー、ということで問題1はあのいいでしょう。で次問題2ですね。問題2はこれね一見歴史かと思うんですけどあの過去に出ていた歴史の問題みたいにやたら細かい歴史ではなくてね、まあ、これぐらいはあの通常講義の中でもやってる内容で知っててほしいなというとこばかりですよね。えー、とまずこのの内部統制の監査 まあこれはですね金賞法が平成18年に公布されて20年平成20年平成20年の4月1日からねから内部統制の監査が実施されるようになったということなんですね。で2番のこの全体レベルのリスクを評価をすると財務省全体レベルでのリスク評価をするそしてこれね個々の項目に集中してるんでそれ木を見て森を見ずですよ って言われたこれは平成17年の、ね、監査基準の改定前文に書いてある。で「もう」ウの監査の目的が初めて導入されたこれ平成14年ですよねこれはもう超有名な話。で不正リスク対応基準これは平成25年の話。ということで、えっと、まずね「う、えっと」ウが1番で「い、えっと」イが2番そして、えー、内部統制の監査が3番。 で、絵が4番ということで、えー、そうするとですね。2番目と3番目はあといいということになります。だからこれはね意外と取れるんですよ。だから、ここはまああのー、通常講義をね。あのー、聞いてくださった方は取れて欲しかったなというところですね。はいで問題3の会計書、これはねちょっと難しかった。取れなくていいです。まあ、運良くできた方はね。あの素晴らしいですけども、ここは取れなくていいかなと。 まああのあの会計士の職責ここはでも取れてほしいんですよ。なぜならば独立した立場において公正かつ誠実にってこれはあの、ね、最も基本的な条文会計書1条のまあこれは1条の2ですけどもねあの、えー、それはまあ あの、通常、皆さん見たことあると思うんですね。あの講義のレジュメでも入ってます。ですから、独立した立場においてという言葉を思い出せれば、あわばつにできたかなというところではあります。で、e とかね。まく、あ、こういうの知らないですよね。もう、これは常識的な判断をしていくしかないと。 会計士になる資格を有する者が会計士となるためには会計士名簿への登録を受けなきゃいけない。まあこれはそうなんですよね。でこの登録で当然に会計士協会の会員になるし自主的に定める快速を守ることが求められると。まあこれはね、まあ、間違っているところがないんですね。これはまあもうもう丸だというしかない。あとあとですね。う、えー、もここもねちょっと知らなかったですよね。これねあの実務出てないと辛いとこですよ。この えー、内閣総理大臣の許可が必要なのかどうか監査法人というのは、ね、設立にあたって内閣総理大臣の許可が必要なのかというと、まあ、許可制ではなくてこれは届け出なんですよね、届け出。なので、うわ誤りとこれも難しかったですよね。はい。で えもうこれもあのこれも知らないと思いますよねえ内閣総理大臣が懲戒処分をね会計士とか監査法人にする場合に、えー、会計士監査審査会による勧告がない事案については会計士監査審査会の意見を聴取しなきゃいけないと言って、えー、書いてありますこれはあの根拠となる規定にはですね、えー、逆のことが書いてあるんですね。 会会計士監査審査審による勧告がある場合ですね勧告がある場合にはその聴取をすることを要しないと勧告勧告に基づくものである場合には会計士監査審査会の意見聴取をすることは要しないと。 逆に言えば韓国がない場合、会計士監査審査会による勧告がない場合には、会計士監査審査会の意見を聴取しなきゃいけないということで、これは丸なんですよ。これもね。もうこれ受験生が知ってなきゃいけないということではないので、まあ、ここはあのまあ、できればラッキーというところですかね。はい、これは難しいです正当、えー、可能性低いです。で、えっ、ー、と問題4ですね。問題4の禁止法。まあ、これはね個人的には？ どううだろうな中程度かなって最初思いもしたんですが、まあ、冷静に見ていくとですねまず「あ」のこの内部統制の有効性について意見を表明するものではないっていうことを監査では、ね、監査報告書を何度か見ておいていただければそこは書いてありますね。で中間監査は見てなかったと思うんですが市販機レビューにははそれは書いいてないんですよだから四半期レビューにねこの内部統制の有効性についての意見って話はないので「まあ」がツにできればこれは素晴らしかったと。 ね、で「い」のこの「」 通報で法令違反等事実のねこれのまあ報告というかね法令違反等事実を発見した場合に通知制度か、まあ、書面による通知でこの時にその通知にねあの会社に対して通知をするわけですけどもその非監査会社に対して通知をする時にその通知の内容にはその事実にかかる適切な措置を取るべき旨を含むこれは必要ありなんですよね。禁止法条条ののととといいいいうう文に書いてああるわけですなのでですすななな必要はないというところが罰なんです、まあ あとはねこれはあのちょっと判断難しかったかもしれない。ただウと絵なんですよ。まずウでねあの主要な検討事項カムは意見表明しない場合はこれ書かないですよね。意見表明の場合には意見不表明の場合にはカムは書かないんでもうこれウは絶対丸だし。あとえー、っと絵のまあ、有価証券届出書の話が出てますが。えー 虚偽記載があるにもかかわらずないと証明した場合は損害賠償責任を負うけれどもただね故意と過失がない故意、えー、も過失もないと、ね、いうことを証明した時はこの限りではないとそうですよね。 えー、これもう恋は当然のないとしても過失もなければですね、えー、これは過失、ね、がなければ責任負いませんから「えー」A、は○ということで、まあ、うとえで、ねえー、取っていただから「あと」「い」の選択肢は、まあ、難しさはあるんですがうんと正解できるかどうかっていう意味では「う」とえで「えー」で「うと」と「え」が正しいので「 ここで必ず取っていただきたいという意味で正当可能性高いにしております。はい。では、問題5ですね。これは禁止。法監査制度の同じくね。次前の問題に続いて禁止法監査制度です。で、えー、っとあですね。まあ、あは、えー、内部統制監査報告書っていうのは、内部統制の監査に関する基準とかね。慣行に従って、えー 実施さされれた監査の結果に基づき作成るる必要があると、まあ、ここはもうその通りというところで丸できればねまあいいんですが「い」のですねこの「監査調書」のね整理期間ですよねこれは3月じゃなくて60日程度を超えないっていうことねこれはご存知だと思いますので3月これは×ですよ。ね、ここは取れると。であとですねこの「う」の上場会社これ、えー、原則として「 会計士または監査法人の監査証明を受けなければならないものの監査証明を受けなくても公益これ毎回出ますよね本当によく出る公益または投資者保護にかけることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けたもうこれはねここまでいってれば別に監査はいりませんね公益とか投資者保護にかけないんだそれを内閣総理大臣が承認しているねこの場合は監査証明はいりませんからまさに「う」正しいとこれはもう過去何度も出てますはい。 絵もで,、えー、ですねこれ引っかからないでほしかったのはあの経営者および監査役等の責任の区分に両者つまり経営者と監査役が共に内部統制整備運用責任ある違いますよね、えー。経営者整備運用責任ありますけど監査役は監視責任ですからこの両者が共にが間違ってます。ということで「い」と「え」が絶対罰なんでね えー、まあ、あと腕えー、正解できたかなということで、これも正当可能性高いにしています。はい。えー、問題力会社法です。えー、これ正当可能性中程度ですけども、個人的にはちょっと難しかったかなと思うんですが、皆さんの会社法の知識がどれだけ生きたかということですね。まあ,あはいいと思います。あは、これ会計監査人の選任の議案って、これ監査役ですよね。だから取締役会が決定するんじゃなくて、独立性のためにね。 あの取締役会じゃなくて監査役が議案決定するんであはバツとでいがどうですかね企業法の知識会社法の知識でいけましたでしょうかあの一次会計監査人の職務を行うべきものを選任するっていう時なんですね指名委員会設立設置会社で。 会計監査人が欠けた場合に、えー、地帯なく会計監査に選任されないときには指名委員会が一時会計監査人の職務を行うべきものを選任ななってますがこれ指名委員会じゃなくて監査委員会なんですよねまあこれはどうかなできたかどうかというところでいわ誤りです指名委員会が、えー、選任するんじゃなくて監査委員会が選任しますとでうの あの相当の自由がある場合の解任ねこれは全員の同意ですよね全員の同意が必要なので1人でも解解任任にに同意ししなない時は解任できないい、ま、いときはでってまさ正うことになりますで、えー、この責任限定の契約ですね、えー、これはですねあらかじめ定款に定めなきゃいけないということで「えー、丸なんですが「A、まあえー、もちょっと難しいし「い」も難しいかなだから「あ」が×「う」は丸というね ここはでできるんですよねアガバツウガマルただ糸絵でね、えー、ちょっと判断難しかったかなというところでうんここはなんとかまあうでは問題7に行きましょう問題7の解釈法の監査,監査役等に関する問題でまあこれも中程度ですけどもやや難しいかなと思いますね。 えっと会社法の知識ね企業法のべ科目で勉強された知識がどれほど生きるかというところですまずあ難しいですよねこれ監査委員会の監査委員には全員が社外監取締役であっても常勤者が不要であるがその後監査等委員会の監査等委員には社外取締役のほか常勤者が1人以上必要これこんな規定ないんですよね、えー、監査等委員会の監査等委員には常勤者が1人以上必要って規定がない ね、な,しなしだから罰ってのこれ難しいですよ。はい、でいこれもね難しかったと思うんですが指名委員会と設置会社の監査委員の会食はこれ厄介決議なんですよね一方監査党委員会設置会社の監査党委員は取締役会じゃなくて、えー、これが特別総会の特別決議によって解任ということでこれ逆になってるんですよね。 逆、まあこれも難しいんじゃないかな「い」イが逆なんで内容が逆で難しいと。で「う、えー」まあ取るとしたら「う」と「え」が「丸だということで取るしかないですね。うは あの指名委員会等設置会社とか監査等委員会設置会社では大会社であるか否か,かとは、ね、関係なく、えー、取締役会による内部統制システムの整備の決定が義務付けられていると、まあ、内部統制システムの整備の決定これはね、えー、大会社と関係なく義務付けられていると、まあ、ここはなんとか常識的にですね会社の中のチェック体制なきゃダメだよなということで、まあ、丸にできればよかったかなというところですね絵はは逆に知ってた方はね。 あのまあ、結構いらっしゃるかもしれない監査役会は監査役の役割分担や情報の共有などね。監査の方針や会社の業務及び財産の状況の調査の方法に関する事項を定めるが、このような約款あ、監査役会の決定に関わらず、各監査役は事故の担当以外の事項についても、単独で調査権限があるよということですね。まあ、これは丸なので、うん。うんまあ、うと絵が丸、ま、と自信を持ってできた方はあといいよね。考えなくても。 できたかなというところでまあ中程度ですねこれもそうしていますはいまあ、難しかったと思いますで問題8内部統制の評価および監査これはですね正当可能性高いんですけどなぜならばあと、U、が絶対バツなんですよね見ていきましょうかあのえっとこの 重要な事業拠点の選定でですね。あの連結ベースの売上高のまあ、ごめんなさい。全社的な内部統制良好前提で、えー、連結ベース売上高のおむね。3分の2程度ここまでいいですよね。で、その後従ってこれにより除外された、えー、事業拠点について影響財務省や報告への影響を勘案して、重要性の大きいプロセスがあっても追加する必要ないとこれ違いますよね。 重要なプロセスがあればね重要性の大きいプロセスがあればそれは追加しましょうってことでしたから「あ」は絶対罰だと。で「い、えっと」イのこの前半部分はもうしょっちゅう角膜に出てるやつですよ。 経営者の評価結果を監査証拠として利用する場合にはそのね評価の方法を詳細に検証する必要がありますけれども利用する場合を除いてはその評価を詳細に検証する必要はないとここまでまさに過去問通りで統制上の要点を適切にし選定しているかは評価する必要があるここ分かんなかったかもしれないんですが統制上の要点間違ってたらそれ評価範囲間違ってるってことになっちゃいますから、まあ、ここはねその通りということでえっと イは丸丸丸なんですよねイが丸ととと前半も後半もも後これはちょっっ、ね、難しかったかもしれないただ「う」はこれ絶対じあのできなきゃいけないただ基本試験でね冷静に読まないでバーッと読んじゃった方引っかかった方もいると思うんですがこれ開示すべき重要な不備に該当するかどうかってこの不備があったことによって実際に生じた競技表示の重要性だけじゃないですよね。 実際に虚偽表示が起こんなかったとしても、ね、その、えー、内部統制が不備があったことによって重大な、ね、影響を与えるというんであれば開示すあ与える可能性があると重大な影響を与える可能性があるんであればそれは開示すべき重要な不備になりますから実際に生じた虚偽表示だけじゃなくてね可能性まで含めてということなのでうは絶対罰ですよね、はい、であとは、まあ、あの最後ねここは内部統制の有効性の評価結果の過 評価の過程で経営者が発見しなかった解、ね、説べき重要な不備を監査人が内部統制監査をやって発見することがあるんだとこの場合期末日までに是正措置が会社が実施したんであればその是正措置について経営者が行った評価が適切かを確認するとこれはその通りなのでまああと運を罰にしていただいて何とか取っていただきたかった問題です。 はいでは問題の9に行きましょう問題9は、えー、品質管理の問題でこれは、ね、中程度やや難しやや難しかったかなという問題ですはい、えー、じゃあ「あ」から行きましょう「あの」あはね、えー、これはなんか過去そうですね当連とかあの何かしらで見たことある方多いんじゃないかなと思いますがあの会計士協会が行う品質管理レビューをですね 事務所が自ら実施すべき品質管理システムの監視の代替として使っちゃいけないよこれはその通りなんです。えー、問題9ねねあ、えー、あは品法1号に書いいてあります、ねはい、でえっ、ー、と「い」なんですけども「い」あの内部通報制度ね、えー、これはなかなかねあの まあ難しかったかもしれないんですが、えー、事務所外の第三者が内部通報制度利用これはね第三者が不服申し立てを行うってことはありえますのでここはですね、えー、内部通報制度を利用することを第三者ができないというのが誤りなんです。まあ、ちょっっと難しかったかたなはい で,えっと、ウですね監査事務所は品質管理のシステムの監視によって不備が発見された場合に関係する個々の監査業務とか監査要員に対して適切な是正措置を実施するほか品質管理の方針と手続きの変更を行うことがあると、まあ、これはねあの一般常識的に見ると何も間違ってること書いてないんですよね。ななななののので、まあ、罰にでででにきないなというととうここころろすすねんれ品質管理レビューの結果を 監査事務所監査法人が会計士協会から受領した場合ねこれ監査チームは非監査会社の監査役等に対して必ずしもその結果を伝達しなくてもいいってこれ違うんですよあの伝達しなきゃいけないんです。でその後ねえー当該 監査非監査会社に対する監査業務が品質管理レビューの対象業務として選ばれた時はあの選ばれた事実とかあその業務に対する品質管理レビューにおいて発見された不備事項を伝達しなきゃいけないと、えー、こう書いたんですね。で、えー、とここはねあのかなり実務的な選択肢でこれ受験生に聞くのはすごく酷だなと思ったんですね。で あの要はね品質管理レビュー会計士協会が品質管理レビューっていうのをする時はあの例えばじゃあその監査法人がですね10社クライアントまあ10社非監査会社を持っていたとしたときにその10社全部をチェックするわけじゃなくてねえじゃあ今回は A 社と C 社と F 社これを 品質管理レビューしますよとかっていうふうにその通知された業務について会会計士協会があの品質管理レビューをすると。でその対象となったね品質管理レビューの対象となった業務だけについてこれあのその会社に対してね伝える必要があるっていうふうに書いてあるんですがそうじゃなくて、えー、これ。 10社あって3社が品質管理レビューの対象になったとじゃあ対象にならない。7社についてもその7社についてですね。あの、7社の監査役について、もうちの監査法人の品質管理レビューでこういうことがありました。よっていうことをあの伝えなきゃいけないんですね。なので、品質管理レビューの対象となった業務に関する。 非監査会社ではなくてなかったとしてもね、えー、伝達しなきゃいけないとその監査役に、えー、結果を伝達しなきゃいけないということでこれは×なんですがうんそういった意味でねあと「う」なんとか、まあ、できればよかったかなと、まあ、いうとこですよね。あは絶対丸うもにできないというところで、まあ、正当可能性中程度にしています、はい、では問題10いきましょう。保証業務です、えー、とこれはね あの今回保証業務はすすごく、ねえー、解きやいいという問題でしたねまず「あ」ですけども「あ」限定的保証業務は合理的保証業務の場合と比べて、まあ、監査とレビューと監査限定が限定的はレビュー合理的保証業務は監査ですから、えーまあ、その意味でね、えー、それを考えていただければ実施する手続きの種類とか時期範囲も限限定定的的だと限定的保証業務は限定的だと。 で、えー、ただ結論を報告する基礎としては十分に優位な保証水準もうこれ過去問でも出てますからね、えー、これその通りですでイの合意された手続きアグリダーボンですよこれは保証業務じゃないですから、えー、その意味でバツともうこれも絶対バツはいでウの限定的保証業務で積極的形式で報告ってこれありえないですよ限定的保証だからこそ消極的形式で間違ってるものはなかったと 適正に表示していないななとと信じさせる事項はなかったとそういうことになるわけですから「う」も絶対罰まあ「い」と「う」が絶対罰ですよねだからこれはまあ取っていただきたいと、えー、一方で合理的保証でも限定的保証でもつまり監査でもレビューでも内部統制の理解は求められてますよということで、まあ、これはいいでしょう「い、えー」と「う」が罰で、えー、取っていただきたい問題でしたはいでは問題11ね、えー、いきましょう問題11は、えー、これはね制度可能性低いにしてますね 一般に構成だと,と認められる監査の基準に関する問題なんですが、ちょっとこれ読み方難しかったんじゃないかなと思います。まず、A は正しいんですよ。これ、だけど。あの人によってはね、この監査実務に関する全般的な指針。えー、並びに、ここの監査業務に関連する、他のすべての換気法及び。えー、他の、えー、監査実務指針の要求事項を遵守しなきゃいけないということで、まあ。えー、関連するすべての換気法とか。 実務士の要求事項は守らなきゃいけない。もうここはいいんですよ、後半はね。ただ、この、えー、監査実務に関する全般的な指針ってなんだって言ったときに。これ、研究報告とかいろいろ入るのかなと思っちゃった方はね。うん、と思うと思うんですが。まあ、これ、一応ね、全般的な指針って何かというと。まあ、換気法のところにね。え、0 0の、環境0 0の1項に。換気法っていうのは全般的な指針ですよって書いてあるんですよね。だから、まあ、ここの全般的な指針っていうのは換気法を意味してるかな。 というところです、ねはい、まあうーんここの読み方がちょっと一瞬うっと思った方いると思うんですが「あ」はこれ正しいということですね。はい、で「い、e」の、えー、これも過去問出てるんですよね「法律にだけのっとった監査をしてもこれ一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠したものとはならないことがあると」とまあこれもこの通りなんです。うんまあ、でもねちょっと あの判断微妙かなとまあいいだけかなこの問題はあのまあいいは丸かなと言えるますねあの過去問でも出てますしねでうのこれも人によってどう読むかなんですよね監査人は監査を実施するにあたって我が国において一般に公正だと認められる監査の基準に準拠することを求められているんです確かにねため国際監査基準には特定の国の監査基準に準拠して監査を実施することはできないとであのー これは日本の我が国においてね、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠することに加えて国際監査基準や特定の国の監査基準に準拠して監査を実施することがあると規定上環境200 A55 号かな、書いてあるんですよ。だから、まあ、できないっていうのは罰なんですがあの日本の監査の基準に従った上で。 この、ね、国際監査基準なんかに、えー、従った監査をすることがあるとでも日本のの監監査査基基準準にに従従わなないいででで国際監査基準だけに従うことはできないんですよあくまでも日本の監査の基準に従うことに加えて国際監査基準に従うってことはあ,のあり得るんでねそういう意味でこれ「できない」は×なんで「う」は×なんですが。 あの、ちょっとね、読み方変えた時に、国際監査基準。にだけ準拠することはできないんですよ。日本ではね。だから、その意味で、なんか丸に見えちゃった方もいるかもしれないんですね。まあ、あと、e、イが丸なので、ウはバツ。で、まあ、バツとも読めるんでね。あの、ここは選択肢が割れる、あの答え、こた回答が割れるようなところじゃないと思いますが。ウは、うん、ちょっと判断に迷うかなというところですね。で。 絵は知らなかったですよねこれね皆さんね あの小規模企業って環境にあるんですけども基本的に皆さんが監査論で勉強するのは小規模企業ではないのでねこの辺はあのどこでもあんまり重要性ないっていうことにしてたんじゃないかなと思いますね。ですよでその時我が国ではこうした企業が多く存在し監査基準に基づく監査を行う上で適用例が多いってこれ違うんですよね適用例は少ないってね基準に書いたんです。ここはしょうがない 200の A63 かなね書いてありますけど国分もうちょっと M はあのバツだというのもなかなか判断つかないと思いますなのでえー、っとまあ A が丸にできればね I、e、は丸なので答えたどり着けるという意味では中程度って思うかもしれないですがうんまだだねえー、っと A がちょっと悩んでしまうこともあるし U も M もわからないということでやはり正当可能性は低い問題としています。 はいでは問題1にこれはねあの一点正当可能性高い問題で信頼性の保証水準ですけども中間と年度の保証水準これ違うっていうのはこれは通常の講義でもねやってますよね中間は有用性って言ってあの監査ではあるんだけども合理的保証業務あの合理的な保証よりはね、えー 保証数字は低いあのどっちも合理的な保証なんですけどごめんなさい年度の緩差と中間緩差どっちも合理的な水準の保証なんですけども合理的のレベル感が年度の方が高いよと中間の方が低いと、ね、いうことですよね。であと四半期レビュー、えー、こうやって大門ではなくて ちちょこちょこね絡めて出てきますが四半期レビューでこれは年度の監査と同程度の信頼性を保証するもんじゃないとこれも有名な話ね基準上書いてありますね四半期レビュー基準でも書いてあると。で次にあの不正リスク対応基準は年度監査よりもあ不正リスク対応基準が適用される年度監査は通常の年度監査よりも高い信頼性こんなことどこにも書いてないですよね。保証水準監監査査は同じでですから監査であれば監査 ねえー、同じ補償水準だから内部統制監査と年度監査への選択肢はこれ同様の補償水準だというのは正しいんでまあ糸へでねこれは丸にできるかなととへは必ず丸ですよねということで正当可能性高い問題です、はい、では問題13いきましょう問題13の監査計画これは正当可能性中程度としております、はいえー、監査計画はまあね比較的簡単な問題が出ることも多いんですが、えー、まず「あの」 この予期しない出来事が生じたとかね変化状況が変化したとか想定した結果と異なった場合はこれ、あのー、当初の計画におけるリスク対応手続きの種類時期範囲を修正しなきゃいけないじゃないですよねこれ修正検討するんでしたよね、まあ、これはでもね知ってる方多かったんじゃないかなと思います。で e、がこの監査リスクと 監査上の重要性の基準値重要性の基準値、まあ、監査上の重要性ですけども中の重要性の基準値この関係性ですよねで、えー、これ重要性の基準値が高まれば監査リスクは相対的に低くなりますよね、えー、で重要性の基準値が低くなれば厳しい監査ということで監査リスクが高まると、ねえー、だから監査リスクを合理的な水準にね、えー、抑えるんだったら発見リスクとかで調整するなんていうことになりますからね。えーとまあ、この 単純にここでは重要性と監査リスクと監査上の重要性の関係性ですからこれはまさにあのなかなか論文に行ってもね関係性逆に捉えちゃう方多いんですけども正しいとまさにその通りと。はい、で「う、えー」ウのこの重要性の基準値をちっちゃくする必要があるって言ったとしても手続き実施上の重要性をどうするかはこれもね監査人に判断しなきゃいけないっていうことでちっちゃくしなきゃいけないなんて言ってないんですよね。 だからまあそうですね「あ」も「う」もよく基準読まれてた方は「あのバツにできると思いますね。で、えー、一方でイ「い」が「丸で「え」のこの、えー、と詳細な監査計画を作成する前であってもリスク対応手続きできるのでこれも何度も各問で出てるんでまあそうですね「い」と「え」が「丸っていうふうにできたかあるいは「あと」 うがバツってできたか。まあこれそういう意味では個人的には問題13は生徒可能性高くてもいいかなとは思うんですけどねえー。まあ一応、うん、中程度にしております。はい。えっ、ー、とでは問題の。14にいきましょう。問題14はですね。えっ、ー、と監査リスクに関する問題です。えっ、ー、と。 正当これはあのまあ「あ」と「い」でね、えー、もう絶対罰なので、えー、っと必ずあの選択肢正しいものという意味では取れるかなということですね。でまず「あ」の「監査リスクに監査人の事業上のリスクは含まれないと」とこれはも超有名な話です。で「い、e」の、えー、これいいですかこれ文章よく読みましょう「監査人は財務上の重要な虚偽表示を看過して誤った意見を形成する可能性これ AR ですね監査リスク。 監査リスクオーディットリスク ar を合理的に低い、水中に抑えなきゃいけない。これはいいですね。ため、発見リスクを低く、これ間がスポーンと抜けてますよね。重要な競技表示リスク rm、MM。まあ、あのね。アサーションレベルだったら、C、ir かける cr の話ですけど、このね。重要な競技表示リスクが高いか低いか書いてなければ発見リスクを低くし,しなきゃいけないのか、高くしてもいいのかわかんない。なので今は絶対罰なんですよ。ということで。 まあ重要な急に表示リスクの記載なしにはいは判断あの発見リスクを低くしなきゃいけないなんてことはね、えー、そんなことは分かりませんので誤りと、えー、いうことですよね。で「う」と「え」はねまあこれはあのなかなかこの場で判断するのも難しいかもしれないんですけどもえー、っと。 ウのね、財務省全体レベルの重要な虚偽表示リスクがアサーションレベルにどう影響するかを考慮するっていうのと同時にアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクを評価した結果全体レベルのねリスクを識別することもあると、まあ、ここはうん、まあ、個々のアサーションレベルのリスクなんか全部調べていったら全体にも影響するこれは実際あるんですよね。えーまあ、ここはちょっと、えー 感覚的に捉えて、あの得しかね。初見ではなかったと思うんで、なかなか難しいかなとうはですね。で、絵の特権リスク、これはですね。まあ、あの基準上書いたんですよね。うん、あの虚偽の虚偽表示が生じる可能性と虚偽表示が生じた場合の影響の双方を考慮するんだということです。で、こういうリスクのて、重要度は最も高い領域に存在すると評価されたリスクとこれも書いたんですね。その重要度は相対的と。と うん、これそのまま基準には書いてあるのでま絵、あ、が丸なんですが、まあと印、e、がね。絶対バということで、これは取るしかないでしょうね。はい、まあ、これ正当可能性い高い問題です。では、問題の15に行きましょう、うん。監査人による内部統制システムの評価と、昔は内部統制って言ってたやつが、えー、環境ね。変わったこと315改定されたことによって、内部統制システムという呼び方になりましたよね。はいでえっ、ー、とこれについて。 問題15は正当感性高いとしてるんですが個人的にはやや難しいな中程度でもいいかなと思ったぐらいではあります。はいえー、とまずあの統制環境は これ全体レベルの重要な競技,技表示リスクの識別評価に影響を与えると,うんとこれはあの統制環境が、ねえー、広く他の基本的要素の基礎となっているということから、えー、文章として実質的に意味を考えていただくと、まあ、そんな全体レベルの。 重要な虚偽表示リスクに影響するんだろうな、というふうに考えられた方は良かったと思いますね、えー、ここら辺はまあ、統制環境の本当の意味を考えたら、まあ丸だというふうに言えるかなというところですね。一方でいの全ての事業上のリスクを対象として評価なんてこ、これこれバツっていうのはねえー。全ての事業上のリスクを評価するんじゃないですよ。っていうのはよく出てくる話です。 呉、えー、の統制活動の理解の際、えー、つ非形状的な取引や通例でない取引の仕分けとか修正仕分けといった非定型的な仕分けを含む仕分け入力に関する内部統制チェック体制についてそのデザインを評価するとともに業務に適用されているかどうかについて判断ということで整備状況を、ね、評価すると、まあ、これは罰にしようがないですよね仕分けの話、ね、仕分けに関する内部チェック体制、ね、これはまあ講義でもよく例に出すやつですね。はい、で A, ね、A がこれ分、うん、かんないかと思うんです、まあ、これは、ね、実は基準の315の、ね、A113 項,、ね、項に、まあ、そのまま書いてあるんですよこれ、えー、たとえ、ね、監査人が統制活動において識別した個々の内部統制の運用状況の有効性の評価を計画しないつまり内部統制運用評価手続きやんない、いきしないという場合であっても えー、特定のリスクに対する経営者の対処方針の理解をですね、えー、重要な競技表示リスクに対応する実証手続きの種類時期範囲の立案に役立てることがあるというふうに書いてあるのでまあ「い」というのはなんですうんと、まあ e、が絶対×「え」はちょっと分かんなかったかもしれないですけども「あと」が「丸なのでね、えー、まあ正当可能性ここは「あと」で取ってほしいとは思いますがやや難しめの正当可能性高いかなとは思います。 はい、では問題16いきましょう残り5問ですねで問題16は監査手続きに関する問題でこれは正当可能性が高い問題です。まず「A」あのね、えー、と特権リスクに統計的サンプリングがあるとこれ違うってこれ過去問出てますよ。ね、で「い、えー」はこれ、えー、と虚偽表示、えー、額の推定にあたって 運用評価手続きに対する監査サンプリングを実施した結果発見された逸脱率に基づいて募集団の虚偽表示額を推定あのもうこれめちゃくちゃなんですよ。あの運用評価手続きについてねサンプリングをやって逸脱率があったらこれあの逸脱率を、まあ、あの使うんだってね虚偽表示額を推定するそのが逸脱の率とえ虚偽表示の額ってこれは あの全くここつながりませんからねえそういう意味でこれイはなんですねで、まあ、ここまでが難しかったとしても「う」あウの田上さんの実在性と状態についてねこれ田上さんが重要な場合はあの不か実務的に不可能じゃない限り立ち会いをやんなきゃいけないっていうのはもうそのまんまの話で書いてありますし「う <laughs>」の,この「えー」のこの実地田上氏を期末日前にやった場合のロールフォワード手続きこれは実証手続き だけをやるか運用評価プラス実証手続きをやるかということで実証手続きは必ずやんなきゃいけないっていうことでしたよねだからまう、あ、とえが丸ということでね、えー、取っていただくあるいはあが罰だしいもね率と額でこれおかしいなっていうことであればあといが罰ということでも取れるとまあ、いうことでこれ正当可能性は高くしておりますはいでは問題17いきましょう問題17は専門家の業務の利用ですねえっ、ー、とこれはね正当可能性 あこれも高いにしたんですねで、えー、となぜかというとまず「あ」がねこの、えー、経営者の利用する専門家の業務により作成された情報を監査証拠として利用する場合にこの専門家の適正能力客観性もうこれキーワードの3つですよ。だからこれ正しいです で嫌なのは,、まあ、イはちょっと嫌でですすよね作り話系の選択肢ですですつまりあの経営者が財務省の作成にあたって会計以外の分野における専門家の業務を利用した場合は自らもその、ね、分野にかかる専門家の業務を利用しなきゃいけないこんなのあったら講義で言ってるはずなんですよ。ねえー、これあのまるでででで作り話です、はい、でウのですのね 監査,人は監査人が雇用する内部の専門家、まあ、監査法人に雇用されてる監査法人内部の専門家を利用する場合はその内容を熟知してるんで、えー、専門家との間でその範囲とかね業務の内容範囲目的合意しておくことは求められないこれもどこにも書いてない、まあ、むしろね、えー、書いてないというか外部であれ内部であれ合意をすることが必要だと書いてありますので、まあ、ここもねもうまあなんかちょっと常識的に考えて罰って 答えられれば良、ね、かかったかなと思いますねで一方で A は外部の専門家で客観性の阻害要因があるとしてもセーフガードで阻害要因がなくなった場合は利用できるとまあこれ普通に文章を読,ん読んでもね、えー、セーフガードで阻害要因がないならそれはあの阻害要因なきゃ利用できますから「A は丸ってねこれ日本語として正しい「まあ、あと絵が丸っていうふうに多分できるので。 糸魚、えっと、はあれと思うかもしれないですけどあと絵でねこれは切って欲しかあた切ってっていうかなあと絵で丸なので、えっと、正解に正解を導いていただきたかったという意味では,いではえー、問題18監査意見ですね、えー、とこれはまあ正当可能性が高い問題ですね。えっ、ー、と「あ」からいきますけども「あの重要な虚偽表示に該当しないけども限定付き的政権」ってこれはありえないですよね。 え少なくとも重要でかつ後半か後半じゃないかというところで限定付きか不適正かという話ですから重要じゃない虚偽表示はこれは無限定適正権ですよそれだけであればね。ということで「あ」は×と。ののこの え継続企業の重要な不確実性ですね、えー、これについてちゃんと財務省に記載されてる、まあ、中期されてると判断できる時には、えー、その、ねえー、事故をまあ別に区分を設けて監査報告書に記載した上でってことですね無限定適正意見を表明するその通りだし「えー、う」のこの未確定事項ね将来の帰結が予測していない事象または状況で最後これですよ意見表明のための基礎を得られないんだったらこれ意見不表明ですよねということで「う」も絶対もあると。 え絵はちょっとね難しいというか知らないかもしれない知らないというかねあの絵,で絵だけを見るとちょっと難しいかもしれないあの意見が適切に形成されていることを確認できる審査以外の方法が定められている場合に無限定適正意見以外の意見を表明する場合はやっぱり審査を受けることが求められているまあこんなことを講義でやってないですよね。これはねなしなしんですよつまり作り話系ねえつままりりり作話系無限定適正意見以外の 監査意見だったとしても別にね審査以外の方法が定められててそれに従う場合にはそれに従えばいいということであの無限定適正意見じゃないからって審査を受けなきゃいけなくなるってことはないんでこれは作り話系の選択肢なのでまあ糸をでね判断するという意味でえ意を歩だったらあの丸にできるので正当可能性は高いとなっております。はい では、問題の19に行きましょう。その他の記載内容。まあ、これはね、ここのところ、あの、トピックとして、えー、試験に出るかもっていうことは、ずっと予想されていたところですよね、えー。で、まず、あ、これはもう必ず取んなきゃいけない。カムと同じで、意見不表明の場合ですね。意見不表明の場合は、その他の記載内容も記載しないと。で、い なんですよ次。今あの、これは日本語としてね、間違ってるってことに気付ければよかったんですね、これ。その他の記載内容がですね、ないという場合には、その他の記載内容区分に、その他の記載内容がないと判断した旨、および、その他の記載内容に対して、実施した作業の概要って、これ、ないのに、その他の記載内容に実施する作業なんてないですよね。その他の記載内容がないんですから。つまり、これ、日本語がおかしいんですよ。 ということで、えー、っと、まあ、そもそも誤りということが、意外と本試験でそう考えれないんですけどね、なんか、あの、これでも合ってそうに思えちゃうかもしれないんですが、まあ、これは、あの、日本語としてちゃんと理解しようとしてみれば、えー、その他の記載内容がないんだったら作業は実施しない。だから、えー、むしろね、これは本当の基準には、何の手続きもやってないよと、ね。それを書くんですね。えー、その他の記載内容がないので、えー、何の手続きもやってないですよ これをで「すす。ね、監査報告書に書ににくってことになりますで、ウの,のその他の記載内容がね、えー、に経営者の記述に重要な誤りがある場合にその裏付けを取るってこれその他の記載内容って監査対象じゃないですからね裏付けを取るんじゃなくてこれは経営者に修正依頼して修正が行われたことを確認するだけであってその記述に誤りがあることの裏付けを取るなんてことは求められてないというところでね まあ、まず「あ」は絶対丸「丸いが」がまあ×バツにこれ、ね、できればよかったかなと「う」の裏付けも×と。で「え」はねこれはこれであのえっ、ー、と見たことある方を、ねえー、と基準とか講義とか聞いてくだされば、まあ、この誠実性に重大な懸念がある場合は現実的に可能であればね 監査契約解除できるとすることがあると。これはまあそのままですので、あと絵で何とか取っていただきたい問題でした。はい。じゃあ最後ね、問題20ですけれども、問題20は不正への対応というところで、えっと、ま、最後、不正リスク対応基準からだけ出ることも多いんですけれども、ここはね2、2 4環境240関連と捉えていいでしょうね。はい。で、えっと、まず、 えっと「あ」がね、えー、これは難しかったんですけどもあのこれをちゃんとですね、あのー、基準読めてた方はあとても良かったあのとてもしっかり基準を読めてるというふうに思いますね。ななぜならば、ね、このあの 不正による重要な協議表示の議議に該当するかどうか判断する時には職業的会議心を保持することが求められているが議議に該当すると判断した場合は高めると職業的会議心を高めるって書いてあるんですけどここは違うんですねこれ議員に該当するかどうかつまり示唆する状況があって議議に該当するかどうか判断する時から会議心を高めると。 ということが求められていてもちろん該当すると判断した場合も職業的会議心を高めるんでこの前半の、ね、ここの保持するっていうのがこれが高めるということなんですね。あのまあ、これちょっっとと難しかったかたなと思います、ねはい、でい、えー e、の,の不正による虚偽表示の疑義がある場合に監査計画を、ね、修正して追加した監査手続きをやるときは非監査会社に事前に通知とこれ普通に考えて×ですよね。 えー、虚偽表示の疑義があって、不正ですよ。ね、意図的にやってる不正の疑義があるんですよ。これって、あの、むしろ想定しない要素を組み込むことはあれど、事前にあえて通知する。しなきゃいけないなんて、これ、あの、手の内明かすようなもんですからね。えー、むしろ、事前に通知しない方が理想ですから。えー、いもばつだということですね。うん、で、えー、と、うですね。うは、あのー。 まあ重要な取引先に関する情報が監査に提供されなくてその虚偽表示の疑義の有無を判断するために適切な回想の経営者に質問し説明を求めるとともに追加的な監査手続きを実施と、まあ、これはねそのままなんですよねそのとりと。で絵のところの、うん、と示唆する状況があったけども追加的な手続きをやったら疑義がない場合はそれを監査調書に記載とこれはもう絶対丸丸絵はは絶絶対対いだから と、A、は判断すぐつくんですけども「う」と「あ」がねなかなか判断つかなかった方もいるかなというところでえー、生徒可能性中程度としています、はいえー、ということでどうですかね今回は、まあ もうどうしてもこの選択肢がね今後があの、えー、これ見,て見,見られてる方はもちろん今日あの、ね、あのお疲れのところ試験終わった後に見てくださってる方もいると思いますけどもあの一方で、えー、と次の、ね、次回以降の試験のために、えー、過去問をやろうとした時にこの解説を聞いていただいている方もいると思うんでその将来的なことを言うと今回の問題でも二度と見なくていい選択肢っていうのは、まあ、正直ないかなとまああったとすればねあの 一個だけの、ね、読み方が微妙だなというふうにお伝えしたところですよねそれぐらいでですねえー、っとまあ基本的にはうーんこれはまあ問題11か問題11の、えー、っと選択肢でいうところの。 うがねちょっと読みにくかったかなと思いますけどもただねあの、まあ、答えが出ないわけじゃないし、えー、基本的にはどの選択肢も今後のためにねあのしっかり押さえておいた方がいいということで、まあ、かなり全体としてスタンダードなしかも受験生がしっかりと講義を聞いたりねあの過去問をやったり答練をやったりしていればあまあまあ,あの合格ライン7割ぐらいは取れる問題なのかなというふうな気がしておりますね。ということなんです。なので えとまああのーね、今回受けられた方はまあ仮にねあの監査論で7割いかなかったなと言ってもこれは全然他の科目がありますんでわからないし一方で、えー、今後受ける方はこの問題で7割を取れるようなあのことを目標に勉強を続けていただきたいというふうに思いますね。はいあのー、あと、まあ、自分につい 自分もそうだったんですけどもあの担当は本当わからないんでねあのこの監査で7割取れてないからもうダメだっていうふうに諦めるんではなくてあの本当に合格点も何点になるかっていうのもわからないですからあのこの残りの残りのというかなあの、えー、と発表までの期間1ヶ月ぐらいありますけれどもあの全く勉強しないってことはないようにねであのやる気がなくなっちゃう気持ちもよくわかるんですがあの少なくとも計算問題だけはね えー、しっかりとね続けておいていただきたいと思います。はい。えー、検査、えー、計算問題ね力が一度落ちちゃうとなかなか大変ですからね。でえっ、ー、と監査論も最近よく言ってるのは監査も全く開けちゃうとですね。 あの力がやっぱり落ちてしまうあの計算科目じゃないんだけれどもそのセンス的なものがですね落ちてしまう科目であると思いますなので、えー、まあ毎日やってくださいとは言いませんけども、えー、担当合格発表までね、まあ、週23日ちょこっとでもいいから あの見ていただきたいしせっかくですからあのこういった担当を作ってる試験員の先生方が論文もつく基本的に作ると考えるとこの担当の復習もしっかりしておいていただいた方がいいかなというふうに思いますはい、えー。それではあーね令和5年の第1回試験担当の監査論公表と解説終わりにしたいと思いますどうも皆さんお疲れ様でした